サーモンはアメリカ海軍の潜水艦。サーモン級潜水艦の一隻。艦名は酒にちなんで命名された。その名を持つ艦としては D 級潜水艦3番艦 D-3 の収益時の艦名以来2隻目。なお、退役から11年後にセールフィッシュ級潜水艦2番艦として3代目サーモンが収益している。 サーモンは1936年4月15日にコネチカット州グロトンのエレクトリックボート社で寄港した。1937年6月12日にヘスター・ラニングによって命名浸水し、1938年3月15日に艦長 MM ・ MM スティーブンズ少佐の指揮下収益する。西インド諸島から ノバスコシア州までの大西洋岸沿いに成長訓練及び大役を行い、サーモンはニューハンプシャー州ポーツマースで第六潜水戦隊第15分艦隊に加わった。艦隊の機関としてサーモンは大西洋岸沿いに作戦活動を行い、部隊は1939年末に西海岸のサンディエゴに移動、姉妹艦のスナッパーが新たな機関となった。 サーモンは1940年から1941年の大半を西海岸沿いに活動し、1941年後半に舞台を呼び、母艦のホーランドと共にアジアステーションに移動した。11月18日にホーランド、サーモン、ソードフィッシュ、スタージョン・スキップジャックはマニラに到着、アジア艦隊第21潜水分艦隊を形成し、 日本の進出により緊張の高まる中フィリピンの防衛を担当した。友人ビーマッキンリー艦長の指揮下、サーモンはマニラを拠点としてルソン島西岸沿いに紹介を行う。12月7日に日本軍による真珠湾攻撃が行われ、サーモンは11月27日以来待機及び監視体制のまま防衛配備についていたが、海戦と同時に 直ちに戦時紹介に切り替えることとなり、一度マニラに祈祷した。12月20日、サーモンは最初の紹介でフィリピン沿岸部に向かった。12月22日から23日にかけての夜、サーモンはリンガ沿湾で浮上中に2隻の日本の駆逐艦、サツキとミナズキと遭遇し、これを攻撃した。魚雷を放射状に発射することで両方の目標に、 損傷を与えたと判断され、敵艦はコースを反対方向に変えていったと報告した。当のサツキは爆雷攻撃で対抗した。その後サーモンはスコールの中に隠れ、敵との接触を回避した。1942年に入ってサーモンは南へ移動。ダバオ湾を呼び、ミンダナオ島の南端で活動し、続いてモルッカ諸島のブルシマとセラム島の間にある、 マニュパ海峡に移動した。2月に入ってからは、サーモンは、フローレス海、ついで、ティモール島の北方から、スンダ列島のロンボク海峡を紹介した。2月13日、サーモンは55日間の行動を終えて、ジャワ島南岸のチラチャップに帰島した。2月18日の日本軍による、バリ飛行場の選挙、及び2月20日のバリ島沖海戦での米へ、 エーラン軍の敗北で、スラバヤの米エーラン総司令部の基地は、放棄を余儀なくされ、チラチャップは危機にさらされた。潜水母艦ホーランドは2月20日にその拠点を、オーストラリアのエクスマウス湾に退却することとなった。2月20日、サーモンは2回目の紹介で、ジャワ海に向かった。セパンジャンとバウエアン島のマニシの海域を紹介。2月24日、 サーモンは大型船と駆逐艦を発見したものの爆雷攻撃に阻まれて目標にうまく近接することができず攻撃は不徹底なものとなった。翌2月25日にも単独航行中の大型船を発見し複数回来撃を行ったが目標は高速にものを言わせて去っていった。3月2日未明。 サーモンは別の単独航行の大型船を発見し、魚雷を4本発射したが命中しなかった。その5時間後、今度は3隻の輸送船を発見したが、駆逐艦に阻まれ、2発の爆雷によって退散させられた。日没後、2隻の輸送船と2隻の駆逐艦を発見して接近していったものの、またもや駆逐艦の爆雷攻撃に阻止され、攻撃できなかった。 3月5日にはカトリ型練習中に洋艦と応募式艦艇に対して魚雷を発射したが命中しなかった。3月23日、サーモンは31日間の行動を終えてフリーマントルに帰島した。工作艦朝日5月3日、サーモンは3回目の紹介で南シナ海及びインドシナ半島方面に向かった。はじめは、 ジャワ島南岸に沿って紹介し、日本船団の迎撃を行った。その後、5月17日から19日にかけて、私物水道とバラバク海峡を通過して、南シナ海に入った。5月25日夜、サーモンは、カムラン湾南東で、工作艦アサヒに対して、来撃を行い、これを撃沈した。サーモンはアサヒを、軽巡洋艦夕張だと判断していた。 3日後の5月28日夜には、平時と変わらず、サイゴン航路に就航していた、火脚船岸ジスマルに魚雷を2本命中させて、撃沈した。6月24日、サーモンは49日間の行動を終えて、フリーマントルに帰討した。7月21日、サーモンは4回目の紹介で、南シナ海に向かった。ロンボク海峡とマカッサル海峡。 私物水道を経て、スールー海を通過し、バラバク海峡を経由して、北ボルネオとフィリピンのパラワン州間の紹介海,海域に到着した。この紹介の間でのサーモンの攻撃は8月7日に唯一行われたのみで戦果を上げることはできなかったが、近辺の姉妹艦へ、数多くの敵艦の観測及び報告を通知した。9月8日。 サーモンは49日間の行動を終えてフリーマントルに帰島した。10月10日、サーモンは5回目の紹介でルソン島方面、コレヒドール島沖及びスービックワン港に向かった。11月10日の夜、サーモンはスービックワンの近くを移動する大型パンに対して警告を行う。船は警告を無視した後停戦を命じられ、 サーモンは選手に砲撃を行った。その後検査を行うためサーモンは散班に接近したが、散班は看板室に朝日旗を掲示しており、乗組員は反対側から積み荷を投棄しようとしていた。サーモンの乗員は50口径機銃で銃撃を行った。散班は停止しサーモンの乗員が乗船したが、 日本兵は反対側から海に飛び込んだ後であった。彼らは文書や無線機、その他の指令書を廃棄し、サンパンを炎上させた。サーモンが離れるとともに敵船は爆発し沈没した。11月17日、サーモンはマニラ湾入り口でマニラに入りつつあった第726船団を発見し、攻撃のため移動した。それぞれの船に対して、 来撃を行い、二隻のタンカーに損傷を与えたと判断され、もう一隻の貨物船オレゴン丸を撃沈した。12月7日、サーモンは58日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。翌12月8日にメアイランド海軍造船所に向けて出港し、13日に到着。回収作業のため1943年3月30日まで、同所に泊まった。 回収には、新型レーダーの装備及び20ミリ機銃の装着、環境形状の回収等が含まれた。作業完了後、1943年4月8日に、新珠湾に戻った。この間に、艦長が、ニコラス J ニコラス少佐に変わった。回収後のサーモン4月29日、サーモンは6回目の紹介で、日本近海に向かった。サーモンは、 ミッドウェイ島経由で本州沖、八丈島、梶取崎、大島方面で紹介。6月3日、サーモンは2隻の貨物船を攻撃して、損傷を与えたと判断された。6月8日から11日にかけては、トリガー、スカルピンと共に特別任務に従事し、空母部隊を追いかけた。トリガーが6月10日に迎撃に成功し、空母費用を撃破したが、 サーモンとスカルピンは出番がなかった。6月19日、サーモンは51日間の行動を終えてミッドウェイ島に帰島した。7月17日、サーモンは7回目の紹介で日本近海に向かった。千島列島及びバラムシル島方面を紹介。これらはアリューシャン列島の補給航路を切断するための海域設定だった。8月7日、 北緯45度53分、統計143度30分、北緯45.883度、統計143.500度、45.883、143.500の中知床岬沖で、陸軍船メル、ボル、丸に対して、魚雷を4本発射するも回避される。翌八月八日夜にも北緯十六度三十分、統計四十四度五十分、 北46.500度統計144.833度、46.500144.833の地点で、特設砲艦第2号進行丸に対して、魚雷を発射したが、これもまた回避された。8月9日は、駆逐艦のものらしいマストを発見して、攻撃を回避する。8月10日、サーモンは、 北緯40度55分統計143度50分、北緯40.917度統計143.833度、40.917143.833 40. の唐太吉尾三崎沖で貨物船若浦丸を撃沈した。8月25日、サーモンは40日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。9月27日、 サーモンは8回目の紹介で日本近海及び千島列島方面に向かった。サーモンはこの紹介で10月15日と28日、29日の3度に渡って攻撃機会を得てそのうち2隻の貨物船に対して損傷を与えたと報告した。10月29日の攻撃は貨物船長田丸と貨物船英宝丸に対してものであり、 長田丸に魚雷を命中させた者の,の不発で仕留めきれず、時間を置いて再度長田丸に対して攻撃を行った者の,の回避された。11月17日、サーモンは51日間の行動を終えて真珠湾に帰還した。12月15日、サーモンは9回目の紹介で日本近海に向かった。 1944年1月22日、サーモンは、北緯29度33分統計141度02分、北緯29.550度統計141.033度、29.550141.033の地点で、輸送船団を発見して一隻のタンカーに対して、攻撃を行い、損傷を与えたと報告した。2月25日、 サーモンは59日間の行動を終えて真珠湾に帰島。艦長がハーリー・ケ・ナウマン中佐に変わった。4月1日、サーモンは10回目の紹介でパラン方面に向かった。途中、ジョンストン島でシードラゴンと合流した。サーモンはカロリン諸島攻略作戦の準備を支援するための特別任務、写真撮影による偵察が命じられていた。 4月15日から20日にかけて、うるしい干渉を、22日から26日までは、ヤップ島、28日から5月9日まで、惚れ合い干渉を偵察した。サーモンの収集した貴重な情報は攻撃計画の最終段階における変更に活用された。4月27日には、小型貨物船に対して、魚雷を3本発射したが、命中しなかった。 5月6日にも、小海底に対して、魚雷を発射したが、これも成功しなかった。5月21日、サーモンは51日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。メアアイランド海軍造船所に開港され、2度目のオーバーホールに入った。第22号海防艦損傷復旧後、訓練艦として供用中のサーモン9月24日。 サーモンは11回目の紹介でトリガー及び、スターレットとウルフパックを構成し、南西諸島方面に向かった。10月30日、両艦トリガーは、トイミ沖で、小沢寺三郎を中将率いる、機動部隊本体に対する補給部隊を発見し、タンカー高根丸に魚雷を2本命中させた。高根丸は、航行不能に陥り、トリガーは、爆雷攻撃を受けて、 援護を求めつつ退散した。次に攻撃をしたのが、サーモンで、サーモンは魚雷を4本発射し、2本を高根丸に命中させた。しかし、サーモンもまた護衛艦による激しい爆雷攻撃のため、深く先行することを強いられた。震度300フィートで水平となったが、損傷及び追加の爆雷攻撃で、 すぐに500フィートまで先行することとなった。漏水と深度の維持をコントロールできなくなり、ナウマン中佐はサーモンを浮上させて、戦闘を行うことを決定した。一方、現場で高根丸乗員を収容していた第22号海防艦は、北緯30度25分統計133度00分、分北緯30.417度統計133.000度。 30.41733.000の地点で、監視方向に浮上潜水艦、すなわちサーモンを発見。全速で追いかけた。サーモンが15度傾いて、エンジンも完全ではなかったにもかかわらず、過去に、サム D レイ艦長のハーダーを仕留めたことのある、第22号解剖艦は慎重で、状況を判断するまで、短時間その距離を維持した。 サーモンの上院にとっては、艦の傾斜を修正し数箇所の損傷を修理するための、貴重な時間稼ぎとなった。第22号解剖艦からの報を受けて、第33号解剖艦も助立ちで迎えつつあった。23時頃、サーモンは一時の雨の中で反転し、4インチ砲や20ミリ、機銃その他保持している火器を持ち出した上で、 第22号解剖艦との間を詰めていった。第22号解剖艦も12センチ広角砲や25ミリ機銃を構えて接近していった。サーモンと第22号解剖艦は500メートルもない、至近距離で派手な砲撃戦、銃撃戦を展開。第22号解剖艦の方が還元が高いので、よく被弾した。また、 サーモンの20ミリ基銃と小口系基銃の射撃で第22号解剖艦の上員4名が戦死し、24名が負傷した。環境部分も激しく被弾し、指揮系統は大いに乱れた。この時になって第33号解剖艦が追いつき、攻撃体制に持ち込んだ。サーモンは、 第33号解剖艦にも砲撃を行いつつ、遊軍潜水艦に対して、戦闘位置を連絡し、スコールを利用して、燃料を流しつつ、戦場を離脱した。サーモンは4インチ砲弾57発、20ミリ、機銃弾460発、昇降系機銃弾7300発を発射して、応戦したが、その代わりに爆雷による損傷以外に、 解剖艦から砲撃で船体の117箇所の部位に少なからぬ損傷を負っていた。サーモンは、スターレット、トリガー及びシルバーサイズによって護衛されて、交代していった。11月3日、サーモンは38日間の行動を終えて、サイパン島に帰島。タナパグワンで、潜水母艦、フルトンの横に停泊した。トリガーと、 サーモンが魚雷を命中させた高根丸は、最終的にスターレットが止めを刺した。第22号解剖艦は、艦首が大きく沈み、排水作業を行いつつ11月1日に、呉に帰島右舷側には、サーモンとの激戦の後を示す、無数の弾痕が残された。第22号解剖艦はこの後も、戦護衛などに従事しつつ、無事に終戦を迎えた。 11月10日、サーモンは、ホーランドと共に、サイパンを出港し、エニュエトク干渉及び、新珠湾を経由して、サンフランシスコに向かった。1945年1月26日に、サンフランシスコを、これも12月19日に、空母運流撃沈後の反撃で大きく損傷を受けた、レッドフィッシュと共に出港し、パナマ運河を経由して2月17日に、 ニューハンプシャー州ポーツマスに到着した。ポーツマス海軍交渉での修理及びオーバーホール後、サーモンは大西洋艦隊の訓練艦として配属された。サーモンは1945年9月24日に退役し、10月11日に除籍1946年4月4日にスクラップとして廃棄された。サーモンは11回目の紹介における敵艦に対する、 英雄的行動によって、主君部隊賞を授与された。また、第二次世界大戦のアジア、太平洋海域における戦考で9個の従軍聖賞を受賞した。サーモンは、共同戦火の高根丸を含む13の戦火を記録した。ノマ P25 では、ガンジスマルはこの時平時塗装のまま就航していたとしているが、 詳細は不明若浦丸は1885年建造でアメリカ海軍が第二次世界大戦で撃沈した船舶の中で最も古い世代の船舶の一隻。旅順港閉塞作戦に参加した福井丸などと同世代の船舶うち1名はご帰還後に戦勝しこの経緯から高根丸撃沈はサーモン、トリガー、スターレットの共同戦果となっている。 ありがとうございます。